はい、どうも、新2学コメの登録販売者、山野です。お願いします。はい、えっ、ー、と、本日はですね、珍しく、えっと、時事ネタをやっていこうかなと思います。はい、見出しなみがドラッグストアに及ぼす影響みたいな話をしていこうかなと、えー、思うんですね。はい、というのもですね、えー、もう実名あげても大丈夫ですよね。実際、もう本番の話やから大丈夫ですよね。えっ、ー、とね、ウエルシアさん。はい、ドラッグストア採用手の、えー、ウエルシアさんが、 えー、12月から身だしなみを大幅に改定するというような、えー、とニュースが飛び込んできました。はい。結構ね、その内容が、お、すごいなと、えー、結構大胆なことやってんなっていうような内容やったんで、えー、それについてね、今日はちょっと話をしていこうかなと。まあ、ご存知ない方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、概要欄にも貼っときますけども、一応ざっくりと紹介しておきましょう。えー、とニュースがですね、ジャージにげ自由な髪色で接客 OK、ウェルシアが身だしなみ規定を大胆改定ということで、えー、名打ってですね、ニュースが出てるんですね。 12月1日から従業員の身だしなみ規定を、えー、ウェルシアさんが大幅に緩和するというようなことを発表されました具体的にはですね、えっと、まず頭髪ですね、えっと、髪色に関しては明るい色はダメだったけれどもその規定を撤廃するとで髪型も、えー、長い髪を後ろで結ぶ以外は個人を尊重するとかあとピアスに関してもダメだったのが、えっと、OK だよっていうのとかあとは髭ゲも不可、えー、だったのが綺麗に整えていれば可になりましたしあとはズボンに関しても色 黒、紺茶系など落ち着いた印象を与える地味な色以外は負荷からそれ以外の色も可になりましたさらに、えー、デニムジャージスウェットワイドパンツも負荷から可になったそうですはいあとは靴に関しても細かい規定があったんですけどもそれらを撤廃するというような、えー、内容なんですねただただしい、まあ、上に着るユニフォームとか、えー、白衣に関しては引き続き着用を、えー、していくというような内容だそうですはいすごいですよねちょっと面白いですよね皆さんどう思いました、はい はいえー、今日はですねこの話が科学的にどうなのかっていうような話を、えー、していこうかなと思いますはい先に言っときますけれども今回のこの規制の緩和が正しいのか正しくないのかみたいな話は触れません私の話興味ないんであのじゃあなんでこの動画やねんって思うと思うんですけれども基本的にあの理由は次の2つですまず1つがエビデンスベースで考えた時にどうなのかっていうことが個人的に興味があるのでそれをまあ追求したいというようなところが1つと、えー、2つ目がですね何より あの皆さん頑張ってる皆さんが損をしてほしくないんですよ。ドラッグで働いてる方々の苦労っていうのはもう察するにあまりあるわけですよね。っていうことを考えた時にその。 まあ、たかだかっつったらちょっと言い方おかしいな。あの、身だしなみの話で足元をすくわれて、あの、皆さんの努力がすべて無駄になってしまうようなことにもしなってるんであれば、それは注意喚起しないといけないですよね。そう。っていうのがあるから、あの、この動画なんですよ。私前から言ってる通り、ドラッグストアの敵でもなければ味方でもありません。はい。強いて言うならば、頑張ってる皆さんの味方です。はい。頑張っている皆様の邪魔になるようなものはできるだけ排除して、皆様が科学的に正しくお仕事して、それ に基づいて成果が伴って、えー、人生の満足度が上が上ればいいよねっていうふうに考えているので、まあ、そういうまあそれの一環やと思って聞いてもらったらいいかなと思います。はいまあ、あんまり前置きがなくなってもあれなんでもう先に結論を言ってしまいましょう今回の規制の緩和ですよねはいええー、すそれ以外の方々っていうのは一定の条件を満たさなければおそらく損をするでしょう。 はいこれが、えー、今回私が、えー、と導,き出した導き出した結論になります。はいで今それ以外の人って言いましたけれども具体的には次の3つの人を指します。まず1つが、えー、自分の見た目に自信がない人。で2つ目が、えー、説得力を上げたい人。で3つ目が出世したい人。この3つです。この3つに該当する人っていうのは一定の条件を満たさなければ えー、今回のその、えー、と規制の緩和に合わせて、ああ、じゃあちょっとあの、ダボッとした、あのー、ジャージハー,コーとかあ、ちょっとヒゲハーやそうとかってやってると、損をする可能性が非常に高くなるよっていう話です。っていうのも、今日の話全体を通して言えることかもわかんないですけど、もう人間ってね、もうつくづくイメージ先行です。もう決めつけとか偏見とか、まあバイアスとかもったりするんですけども、もうそれにつきます。人間ってね、想像と現実の区別をつけるのがめちゃくちゃ苦手な生き物なんですよ。わかりやすく言うと、皆さん今、あの、レモンとか梅干しとか想像してみてください。 どうですか口の中、か唾出てきてませんもうそれが何よりの証拠ですよ。実際にレモンとか梅干しとかを口にしているわけでもないのに唾出ましたよね。それはもう皆様が現実と想像の区別がつけてられてない証拠ですよ。人間ってそういう生き物なんですよね。要は 身だしなみがちゃんと整っていない人っていう現実があるだけなのにも関わらず、そういう皆さんを見たお客さんが、あ、この人って身だしなみが整ってないっていうことは優秀じゃないかもしれないよねっていうふうに想像しますよね。でも、あくまで想像なんですけども、それが現実化しちゃうんですよ。皆様がどれだけ努力していようとも、身だしなみ一つだけでお客様の評価が決まってしまう。まあ今日は全体的にそういった話です。まあこの話だけだとわけわかんないと思うので、えー、この結論に至ったえと理由を次の三つに分けて解説したいなと思います。はい。まず 理由の1つ目ビューーティープレミアムですはいこれどういうことかっていうとねあのルッキズムとかのごちゃごちゃ言ってる世の中になりますけどもはっきり言っちゃいましょうあのねもう世の中人間っていうのはイケメン美女大好きです。 はいもうそれは科学的なデータがもうたくさん死ぬほど腐るほど出てるのでもう覆しようがない事実です。イケメンとか美女っていうのはもう残念ながら何をやっても許されてしまいます。はいだからね私みたいなねあのブサイクからしたらねちょっとほんまふざけんなよって思っちゃうんですけれども例えばですねえー、平均で美女は8%イケメンは4%ほど稼ぎがいいそれに反してですねルックスがあまりよろしくないえー人に関して言うと男女ともにえー、収入が低くなるというようなことが分かっていたりであるとかあとは見た目がいいと昇給のスピー も早くてあとは見た目がいい社員は企業の収入も高めてさらに、えー、美女とイケメンは借金でも有利だというようなことが分かっていてさらに総合して言うとルックスがいい人は人生の満足度まで高いというような、えー、話でもうブサイクからしたらふんだり蹴ったりな、えー、と話になってるんですけどこれがもう世の中の現実です残念ながら。なのでこのビューティープレミアムっていう話を基本性に置くのであれば同じように多少身だしなみ的にえその着崩し方どうなんていうような服装だったとしてもイケメン 美女ととととそれ以外ののちょっっ残念なな人でではお客さんん反応が変わってしまうといういことなんですよねもうムカつくことこの上ないと思うんですけどもこれが現実やから仕方がないそうなのでうーんちょっとどうなんやろうなっていう話ですただねこれ聞いたらイケメンとか美女以外の人からしたらねいやふざけんなよって思いますよね私も思いますよねあの安心してくださいあのー 人間って、あのそ、イケメンとか美女っていうのも大事なんですけど、それ以外にもめちゃくちゃ大事なのがこれだよっていうことが科学的な研究で分かってるんですよ。それが何かっていうと次の理由の二つ目に繋がってくるんですけども、それが見出しなみなんですよ。で、この見出しなみを維持するのに何が大変かっていうと、それが次の、えー、と理由の二つ目になってきます。理由の二つ目が何かっていうと、メンテナンスが大変です。 はいこれねカリフォルニア大学が、えー、と過去に出した研究とかでも分かってるんですけどもとにかくルックスをよく見せたいんであれば身だしなみが一番だともうイケメンとかビジョンとかももちろんあるけれども、えー、身だしなみの部分が特に重要だっていうことが分かってるんですよね具体的に言うと、えー、そんな特別なことをしなくても例えば普通にシャワーを浴びたりであるとか髭を整えたりであるとかそういうラインでもいいからちゃんとやっておくことが、えー、ルックスを良くするためには非常に重要だよっていうことが分かってるんですよね私さっき言いましたよね一定の条件を見て 出さなければなりませんよって言いましたよねその条件が何かっていうと清潔であることなんですよこの清潔さが維持できていなければ不潔であるっていう風に見なされていわゆる生理的に無理みたいな評価をお客さんから下されてしまうことになりますはいでそもそものになるんですけれども今までのその身だしなみ基準ってまあ言ってみればちょっと厳しめになるじゃないですかであれってね実は結構科学的には正しくてこれなんでかっていうとね人間が身だしなみに求めるものって我々が思っ 持ってる以上にめちゃくちゃゃく重要度が高いんですよなんでかっていうと不衛生って何を意味するかっていうとね生きる能力が低いとか感染症で死ぬリスクが高いみたいなそういう脳のね判断になっちゃうんですよ。身だしなみって科学的に言い換えるんであれば自分は自分自身でしっかりとセルフケアできるちゃんとした人間ですよっていうそういうアピールになるわけですよね。でそれができてないってことはもう生きる能力が低いそういう個体ですよってアピールしてるのと一緒なんですよ。だからまままああ簡単にととめてしうううんであればそういう不衛生な人と一緒 にいるっていうことは生存戦略的に不利だからこの人とは一緒にいたくないな関わりたくないなだからキーライみたいなそういうことなんですよじゃあねこの条件を満たそうと毎日じゃあヒゲを綺麗に整えてねね髪を綺麗にしてねっていうようなことがまあドラッグストアの仕事をしながらどんだけの範囲で可能かってことですよそこに結構労力作くのってまあ人によると思うよ人によると思うけど私やったらちょっとそこまで気回らんかななかなかやっぱりこうヒゲもね整えるのに結構時間かかったりするしもうそれやったら私やだとめんどくさいから剃ってしまう うんっていうのがあるから人によると思うけどもそこに労力をしっかり避けてちゃんと一定の条件を保って清潔さを保てる方なんであれば大丈夫やと思いますただうーんどうかなっていう感じですねもうそれはもう個人差あると思います。はいじゃあ次最後理由の3つ目ですね。理由の3つ目は権威効果が弱まりまりす はいあの人間って権威効果って言ってこういう白衣とかあとは眼鏡とかこういう賢そうに見えるもの権威を感じるものに対して、えー、説得力を感じたりであるとか、えー、知性を感じたりであるとかっていうことが、えー、あるよっていうことが分かってるんですよね要は白衣を着てることによって賢そうに見えたりであるとか優秀そうに見えたりであるとか、えー、っていうことが発生するから白衣は着ておいた方がいいよっていう話なんですよね。はい、じゃあ今回のこのこみ規定で考えた時にジジャージとか全 ベッドが入ってますよね。まあ、いわゆる。それちょっとこう。ダボっとしたような服って入ってるじゃないですか。あれね。 実は科学的ににあんんまり良くないいかもよよっててう風に言われてるんですよさっきねあのカリフォルニア大学の研究を紹介しましたけれどもこの研究の中でも指摘されていて出、えー、しみの中にはフ,、えー、ファッションの重要性も含まれますよと、えー、データによると、えー、魅力度に関わる衣服には、えー、清潔な服体に合った服フォーマルな服という3つの特徴があるっていうことが分かってるんですよ要はその体にこうちょっとフィットしたような、まあ、いわゆるスーツみたいな服がいいよっていう風に言われてるわけですねそれ以外のちょっっととダボとしたようなものって っていうようなことが研究によって分かってるわけですよね。はい、っていうことを考えるんであればやはりどれだけ白衣を着ていたとしてもその権威効果が下がってしまうっていう可能性は大いにあるわけですよ。分かりやすく言いましょうかじゃあ私で言いましょう私今ちょうど白衣着てるからねはいあの私今ねこれあのスポーツウェアに白衣着て。 あの、下ね、映ってないですけど、ハーフパンツ履いてるんですよ。じゃあ一番この白衣じゃあ脱いでるバージョンみ見,見せ、お見せしましょうか。じゃあこんな感じです。はい。まずね、白衣がないバージョンです。ど、どうですかなんかもうそこら辺にロスさんですよね。はい。じゃあこれに、ね、白衣着せてみました。ちょっとマシになりましたよね。ちょっとマシになったと思うんですけど、でも、 もうその下のハーフパンツで結構台無しですよね。正直。これ、これでお店にいたらどうですかこの人にお薬相談しようと思います。なんかちょっとなんか、ね、なんか、ねえ、なんか、なんかねえって思いませんはい。じゃあこのハーフパンツが履き替えられたらどうかですよねはい。じゃあ、あの、今回、あの、規定にありましたんで、えっ、ー、と、じゃあ、ジーパンに履き替えてみました。こんな感じです。さっきよりもちょっと、なんか、きっとこう、締まった感じしませんジーパンに履き替えることで、 なんかちょっと締まった感じしますよね。で、さらに私、腕まくりもしてますよね。まあ、これもあんまりこう衛生的ではないと思うんですよ。じゃあ、この腕まくりもなくして、さらにこの前も空いてんのをちゃんと締めてなったらどうなるのか。こんな感じです。ねなんかちょっとちゃんとした感じしませんこの人の方が薬相談してみようかなって思いません見比べてみましょうか。一番最初と一番最後。どうですかね ここういういいとなんですすよよやっぱり違いますよね結局ねやっぱドラッグストアで働く上で一番大事なことってお客さんんかからどうう見えるかやと思うんですよねあの人にお薬を相談したいあの人やったら信頼できそうあの人賢そうに見えるからあの人がいいみたいなそういう部分でしょって私は思うんですよ。ってことを考えた時にそういう話に論点を置いて重きを置,い置くんであれば私はあのやっぱり身だしなみっていうのは行って気を配って。 こうキュッとねカチッとしたものの方が。 理解は得やすすいいんんじゃゃないかなかと思っちゃうんですよねだから私さっき3種類の方を例に挙げましたよね。えー、自分の見た目に自信がない人、えー、説得力を上げたい人、あとは出世したい人。この3つですよね。権威効果をまとっていれば、この3つっていうのは、かなりやすくなるわけですよ。きちっとした格好をしていれば、説得力が上がる可能性が上がりますよね。で、さらにその説得力が上がって、それを生かして結果が出たんであれば、えー、上司から認められて、会社から認められて、出世する確率も上がるわけですよね。っていうね。 ことがあるるかから損するかもしれないですよっていう話をさっきしたわけですよはいといとうわけで以上3つの理由でございました。はい。まあ私やったらね、あの今まで通りの格好をしとく方が得が多いと思うので、私やったら今まで通りきちっとね、えー、しとくかなと思いますけども、最終的にはね、皆さんの自由なんで、はいあのー、好みに合わせてやっていただけたらなと思います。はい、とはいえですね、やっぱ接客業って、そういう身だしなみだけではどうしようもない部分もあるかと思います。権威効果をどれだけまとったとしても、えー、お客様にうまく解説できなければ、やっぱり意味がないので、はい。 というわけでですね、え、県員効果をまといつつお客様のこの説得力を上げたい、推奨販売品の成果をもっと上げたいという登録販売者の方、たくさんいらっしゃるかなと思います。はい。というわけでですね、えと、本日は処方箋動画に、え、説得のテクニックの動画を入れておきます。はい。え、信者さえも改心させる、え、説得のテクニックっていう動画がありますので、ぜひですね、そちらからチェックしていただいて、え、凡人刑事アカデミーにチェックしていただけたらなと思います。はい。というわけで本日は、ウエルシアさんの、え、呑み出し並み規定について科学的に解説しました。え、ぜひ参考にしてみてください。それではまた。 次の動画でお会いしましょうお大事に